ハニュー電撃結婚の影響は一時的プリマアプリに大量出品でも、ゆずブランド、ゆるがず。ハニューさんも、はっきり言ったらよかったのにって。ファンとしたら噂もなく、いきなり結婚で頭も心もついていけない状態だと思う。福山雅治さんが結婚した時もすごかったもんね。実際、熱狂的なファンだったコンシェルジュが合い鍵で自宅に忍び込んだ事件があったし。そりゃ、 お相手の素性は明かさない方が安全だよね。メルカリ見に行ったけど、一気に手放してるのはファンより転売ヤーがほとんどだと思います。結婚で人気が落ちて、レートが下がると思い慌わせて出品しているのだと思います。と、このように様々な声が上がっているのは、大安、一流万倍日、転車日が重なった最強開運日の4日に一般女性との入籍を発表した波乳譲る、28。 結婚相手の素性や情報など、一切明かされず、漏れてもいないため、祝福したいものの、どのように受け止めていいかわからないという複雑な心境のファンもいるようだが、匂わせなども一切なく、ファンにも結婚相手にも配慮し、全く叩かれる要素がない結婚発表だったことには、さすがという声が多い。一方、フリマサイトなどには、ハブのグッズや新聞の切り抜きなどが大量出品され、ファン離れが起こっていると見る向きもある。 6年間分のスポーツ紙をファイルなどに保存したものが30万円。写真集や書籍など関連冊子が100万円近くの値段で出品されている。アスリートの応援がガチ恋につながる理由。ファンからすると、推しの結婚相手が自分とは違う芸能人である場合は諦めがつくことも多いですが、一方で相手が特定されることにより、推しを見ることで相手の影がちらついてしまうという場合もあります。 ハブさんの場合は相手が一般人ということなので、相手を守る意味合いと、ファンの心情を組んだ発表の仕方だったと思います。今後、一切結婚を連想させる話題に触れないという強い意志も感じました。アスリートも所属する芸能事務所関係者。ハブといえば2016年、同級生との熱愛を報じられた際に、どうしてこうなったかわからない。火のないところに煙は立たないと言うけど、本当に火もないところ。 高校の同級生なんですけど、その方にも迷惑をかけたし、ファンの皆さんにも本当に申し訳ないと思っていますと、否定した過去がある。ハブさんのように世界の頂点で活躍するようなアスリートの場合、ファンは自分たちの応援がアスリートを支え、共に世界で戦っているという感覚を共有し、その感覚が自己肯定感につながることもあります。ファンがそれぞれの理想や希望をハブさんに投影し、 アイドルの応援よりも濃厚な、ガチ恋も生まれやすい。とはいえ、いまだに新聞の切り抜きやグッズが5倍近いの値段で出品され、さらに売れているのを見ると、むしろまだまだハブさんの人気は根強いなという印象です。スポーツ指揮者。今回の結婚で、ユズブランドが揺らぐことはなさそうだ。